ハ。今日はビーチウォークにあるトランプタワーの内見にやってきました。どんなコンドミニアムになってるんでしょうか。レッツゴー。今は閉まってますね、ホテルのエレベーターが。こんな感じで、広々としたロビーになってます。で、この奥がプールになってます。噂のプールですね。インフィニティプール、すっごい広い、めちゃめちゃ広い。今は貸し切り状態です。あ、すごいジャグジー気持ちよさそう。レストランかな。まあ、大体閉まってます。エンバシー、隣のプールまで見えます。で、ここがビーチウォーク。で、これがね、これがアウトリガー、アウトリガースターバックス。あそこが今閉まってるハレクラニ。で、これがエンバシー。この奥に見えるのがリッツ・カールトンです、ね、で、あれがヒルトンですね。だからもう花火がここからもすごい見える。ここは普段はホテルのチェックイン。今はこのホテルのエレベーターが閉まっているので、このレジデント用のエレベーターで、上に行ったりします。後ろにゲストエレベーターがあるので、そちらで入ってきます。まずは23階行きましょうか。
番上が37とペントハウス。じゃーん、23階です。はい、こちらが23階のお部屋です。すごい広いですね。まずここがキッチンです。まあ、なんといってもこの眺めですよね。入ってすぐのやっぱりハワイに来たっていう感じの眺めですね。リビングのソファーからも同じ眺めが出ます。座って見たり、こんな感じですね。はい、こちらがキッチンになります。すごい大理石でラグジュリーな感じです。2つに分かれたシンクと、いいですよね、やっぱ電気のこのグリル。そして全部ワイングラス、カクテルグラス、コーヒーカップ、包丁とか全部もうついてますね。なのでもう気軽にハワイに来れる。あ、これが冷蔵庫ですね。お、なんとこれ重要ですよね。洗濯機がついてます。ボッシュの洗濯機乾燥機、これは最高ですね。そしてまず、ここがトイレとシャワー。まずはここがマスターベッドルームです。じゃん、そしてマスターベッドルームからも、山の景色が見れるので、スピリチュアルな感じです。で、ここが収納。ちゃんとトランプのついてますね。
ここがもう一つのシャワーとトイレ、まあメインのマスターシャワーですね。なんといってもこのお風呂がすごいですよね。日本人には嬉しいんじゃないでしょうか。もうウォシュレットついてますね。ここがメインのお風呂で、さっきのリビングに戻ります。そうだ、さっきこれワインクーラーもついてるんだ、実証車。綺麗な眺めを見ながらもう一つのお部屋に行っています。ここはまあホテルコンドなので、まあもうホテルのサービスが、コンシェルジュサービスが使えますね。ルームサービス、じゃん。もう一つのベッドルームです。テレビもついていて、で収納もあり、ガウンもついてますね、トランプの。なんかでもオープンな感じでいいですね。そしてじゃーん、ベランダに出れます。はい、トランプタワー23階のベランダに来ました。すっごいいい風吹いてます。気持ちいい。やっぱりハワイは風が気持ちいいですよね、暑くても。こんな感じで、山が一望、山が一望できて、海もこんなに綺麗に見えるという。座って車内で、ゆっくりワインかシャンパンでも飲んで、ゆっくりハワイを満喫できるホテルコンドミニアムです。本当すごい。こんな感じの2ベッドルームですね。もう一回眺めをね、綺麗ですよね。はい、今日ご紹介したこのお部屋、気になるお値段なんですが、2ベッドルームで、1バス1ハーフバスで、広さが1212スクエアフィート、で気になるお値段が1.99ミリオン、ということはだいたい約 2.1 億円ぐらいのお部屋になります。こんな安らぎのある、ラグジュリーな、お部屋、ハワイで、場所も本当一等地ですし、もうビーチウォーク、
アレクラニからもう目の前ですぐワイキキビーチにもう1分渡って、本当に1分で行けるので、こんな感じの、お部屋いかがでしょうか。多分こういう次の、9階のお部屋見に行ってみましょう。